私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。戸田恵梨香、美しさを育む、学習理論、誰かに愛を伝えられる人になりたい、あなたは、どんどん美しくなる、ネットでで。学びのきっかけは普段の何気ない生活や誰かと交わす会話の中で見つかっているとそう思います。いろんな方と話す中で、キーワードが見つかり、それを、真くつりしていくと、自分は、この答えが欲しかったんだ、と気づかされることが多くて、そうやって調べ続けていくことで、点と点がつながるように、おのずと学びたいものにたどり着いている感じがしています、と、自分の成長を振り返りながら、学び、への理解を述べました。女優の戸田恵梨香さん、34。は、カバービューティボーチーアーブの出演が今回で5回目となりました。2年前に、美しさを育むのは知識、と語った彼女は、今回のインタビューで、学んで得られる知識が美しさにつながる、と大人の学び論を語りました。20年12月、支え合い、豊かな時間とともに、と俳優の松坂桃李との結婚を発表、世間に与えた衝撃は大きかったです。戸田恵梨香さんは、小学生の頃から芸能活動を開始し、2006年映画、デスノート、で映画初出演。一方、2008年 TBS、流れ星の絆、2010年 TBS、スペック警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿から、などの大ヒット作にも出演しました。ネット上でも、今の戸田さんの演技は、ニュートラルを踏まえた上で、振り切るところは振るから、リアルに響くのかと、良い年齢の重ね方をしてきたのも伺えます。男女問わず、知識と教養のあって、思想や哲学を持ってる人が、やっぱり素敵だな、などの称賛の声が寄せられています。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。